ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。さて、仕事の後はいつものお店に参りますかね。今夜も日本財団の中島由美子さんと、東京ガス株式会社の社員でありながらパラリンピック金メダリストの木村圭一さんがあのお店にいらっしゃるからな。彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。マスター、こんばんは。ああ、スナちゃん、いらっしゃい。ああ、まだ中島さんと木村さんはお見えになってないんですね。はい、先週はお二人とダイバーシティとインクルージョンについてお話しして、例えばハンディキャップのある方にも気楽に声をかけるアメリカと、やっぱり相手のことを思いやるが上にちょっと構えて話してしまう日本の違い、こういったところが興味深かったですよね。今夜はどんな話になるんですかね。あ、マスター、そこにいらっしゃるのって。あ、そのようですね。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週もお客様に日本財団の中島由美子さんと、東京ガス株式会社サステナビリティ推進部の木村圭一さんにお越しいただきました。中島さん、木村さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、まずは中島由美子さんのプロフィールです。大学在学中にボランティアサークルを立ち上げ、卒業後はオリンパスに就職、その後日本財団へ転職されました。2016年から難病の子どもと家族を支えるプログラムを担当し、難病の子どもと家族のためのモデル拠点を全国30カ所に整備しました。これ以外にも事業開発、助成金や寄付の調達、難病児の支援などをテーマにした講演セミナーも多数経験されていらっしゃいます。はい、というわけで中島さん、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先週もとても面白い話をいっぱいいただいたんですが、改めて中島さんがこの日本財団で行われている活動についてもう少し教えていただけますか。はい、昨年まで難病の子どもと家族を支えるプログラムという事業を担当しておりまして、全国に難病のお子さんと家族が一緒に通っていただいたりですとか、旅行に行けるようなさまざまな拠点を整備するというプロジェクトを担当しておりました。例えば今注目されている中島さんにこういうのちょっと知ってほしいっていう事業って何かありますか。1階が難病のお子さんが通える保育園のような拠点になっていて、その2階部分でお母さんたちが集まって在宅ワーク、名刺入力ですとかテープ起こしの仕事を一緒にできるみたいな拠点があったりですとか、あとはリハビリが必要になるお子さんたちが非常に多いんですけれども、このリハビリが非常に辛くてですね、なので楽しんでやっていただけるようにプロジェクションマッピングのようなデジタルのツールを使ってクジラがバーって床をこう張っていくので、そのクジラを追いかけたくなってリハビリがなんかこうワクワクするようなリハビリができるっていう。めちゃめちゃいいですね。しかもこのプログラムをプログラミングしているのが健常の子たちなんですね。で、健常の子たちに療育センターに行っていただいて見てもらって、理学療法士と一緒にこうプログラミング教室でこのゲームを作り上げていくっていう、非常に今注目している事業になります。いや、素晴らしいですね。どうぞ今日はよろしくお願いします。お願いいたします。さあ、続いて木村圭一さんのプロフィールです。2歳の時に病気で視力を失います。水泳を始めたのは小学4年の時です。
2008年に北京パラリンピックに初出場、2012年のロンドンパラリンピックで銀と銅一つずつのメダルを獲得、そして2016年リオデジャネイロパラリンピックで銀と銅二つずつのメダルを獲得、そして2021年の東京パラリンピックで男子 100m バタフライ視覚障害 S11 で悲願の金メダルを獲得されました。また今年の6月12日から18日まで開催された東京パラリンピックの後初の世界パラ水泳選手権大会で4種目に出場し 100m バタフライで金メダルを獲得、出場全種目でメダルを獲得されました。半生を綴った自伝、闇を泳ぐ全盲スイマー自分を超えて世界に挑むが去年発売され重版がかかるなどパラアスリートとしてさらに注目される一方、東京ガス株式会社ではサステナビリティ推進部に所属し幅広い活動をされています。はい、というわけで木村さん、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう先週もねめちゃめちゃ面白い話をいただいたんですが今回ちょっとね言っときたいことがありますよ、はい、なんと木村さん横にカバンがあるじゃないですか。うん、ありますね、カバン、ね、あそこに入ってるものは多分もしかしてすごいものだと思うんですよ。おー、出てきました、金メダル。今金メダルを持ってきてくださったんですね。輝いている、すごい。これ後で持っていただくとあれなんですけど、すごい重たくてですね、うわーすごい、立派だなっていう風に、はい、思いました、ね、代表してまず誰が触らせてもらいますか。え、マジ今もう去るの、去っていいの、去っていいのちょっとじゃあ取りに、あ、貴重なものじゃないですか。マスター取りに、しかも展示が入ってるんですか、はい、展示、すみません、お借りします、はい、ありがとうございます。重い、うわっ、ちょっと震えるね、金メダルって持つの重みがね。なるほど、金メダル持つのってこういう気分なんだいやちょっと鳥肌立つわ、初金メダルちょっと鳥肌立ちます。うわすごいな。しかもこう桜のデザインとか葉っぱのようなデザインとか。あ、 そうです、その裏はですね、はい、一応日本のこう四季をイメージしてる感じで、いろんなあの模様が葉っぱとか水とかあって、まあ、あのパラリンピックのメダルってデザインがその大会ごとにその国が決めていい。あ、そうなんですね。そうなんです。オリンピックの方はなんかいろいろ規定があって、うんうん、パルテノン神殿入れないといけないとかあるみたいな。なるほど。あのパラの方はいろいろデザインを工夫できて、なるほどね、でこれ僕らは触っただけだと色わからないんですけど、はい、今回のは縁に穴が開いてるんですけど、それが1個だと一応1番の金メダル。おー、なるほど。あ、じゃあ1番ですよ。そうなんです、触ってわかるようにも一応なってる、はいはい、あのちょっとお伺いしたいのが、その目が不自由な方がパラリンピックとか、まあ、スポーツの競技を選ぶときにもちろん水泳もあると思うんですけど、はい、いろんな競技あるじゃないですか、はい、なんで木村さんはこの水泳にを選ばれたんですか。僕の場合は、まあ、母親の勧めだったんですけど、もともと運動自体はすごく好きだったんで、はいはい、まあ、走り回ったりとかボール遊びとか好きだったんですけど、どうしても怪我が多かったんですね。ぶつかったり転んだりする怪我が多くて、それで母がどうやったら思いっきりでも安全に動けるかなって思った時に、うんうん、プールは中にこう障害物がまずないことが保証されてて、うん、で箱の中だから迷子になっちゃうこともないだろうっていうので、うん、まあ、プールに入れとけば安全に動いててくれるかなっていうふうに思ったのがきっかけでスイミングスクールに入れてくれたんですけど、なるほど。ただこのスイミングスクールに入れてくれたっていうのがすごい、今さらって言っても言いましたけど結構ハードル高いもので、うん、その今ですらなかなかその障害を持ってる人が、一般のスイミングスクールとかスポーツクラブに入会するっていうのは、うん、そうですよね、まあ、ハードル高いんですよ、うん、なんかあった時に責任取れませんとか、うん、教えた経験ないのでっていうので断られちゃうことが割と多いらしいんですけど、たまたま私たちがあの訪ねたスイミングスクールがすごい理解を示してくださって、で、まあ、すんなり受け入れてくださったのはもちろんそうですし、あの通常水泳のレッスンって1人の先生が10人ぐらいの子供を見て進んでいくんです、うん、私が入ったところは10人、まあ、プラス僕もいる1人、10人の中に僕もいる状態で先生1人と、あとアシスタントの、まあ、多分大学生ぐらいのアルバイトだと思うんですけど入れてくれて、例えばプールサイドを一緒に歩かないといけない、歩いて移動しないといけないとか、うん、先生が見本を見せるときにそれを僕には伝わらないので、それを今こういう動きしてるんだよっていうのを一緒にプール入って手取り足取り動かしてくれてっていう、あのアシスタントを入れてくれたんですね。
っていうぐらいすごくその理解をしてくださっていたのに出会えたのが、まあ1件目で出会えたので、ちょうど20年ぐらい前なんですね、僕が最初にスイミングスクール入ったのが、はい、でその出会いってすごく大きかったなっていう。なるほど。じゃあ率直に言うと、はっきり言うと結構そういうラッキーだったわけですね。ラッキーでした。はい、もうシンプルにラッキーでした。なるほど。中島さんいかがですか、このテーマ。まさに今医療ケアが必要なお子さんたちというのが増えていて、結構その看護師だったり専門職しかこうケアできないという面があって、なので学校にその看護師さんを、まあ、配っていうんですけれども、一人増員して増やせないとうちの学校では受け入れられませんみたいなことで、全国で行きたい学校にすら通えていないお子さんたちがいらっしゃるので、今の木村さんのそのアシスタントを増やしてくれたっていうのは非常に画期的ですし、あとはやはり親御さんだったり、あとは周りが、これは障害とか健常とか関係なく、いやいやあなた無理だから泳げないからって言って、周りのこう大人だったり友達だったりがその子の可能性をこう奪ってしまうっていうところも結構あって、だからもちろんあのスイミングスクールも素晴らしいんですけれども、親御さんがやっぱりこのスイミング教室行こうよって言って、周りの大人たちもいいじゃんいいじゃんって言ったところが素晴らしいなと思って聞いてました。木村さんいかがですか。まあ、結構両親はいろんなことにチャレンジさせてくれてきたので、スキー場に連れて行ってくれて、スキー滑れるようになったりとか、そういう、まあ、両親の姿勢にも恵まれたなっていうふうに思いますね。なるほど。そして木村さんも本を出されたということで、こちらは未来家内という出版社から闇を泳ぐという本ですね。これはいつ出版されたんですか。これはですね、去年の8月でパラリンピックの直前に、出させていただいたんですけど、なのでパラリンピック当日のことは書いてないんですけど。そうか、金メダルを取った時のことは書いてないんですね。書いてないんです。取るまでのまでのことを書かれてる、はい、生まれてからパラリンピックの選手になっていくっていうところの話なんですけど、割とこうスポーツ選手とか障害を持ってる人たちの本って、いろんなこうハードルを乗り越えて叩かれても潰れず頑張ったっていう、結構ドラマチックな話が多いのかなって思うんですけど、割とそんなわけではなくて、まあ、どちらかというと一人の、まあ、少年がいろんな人に出会って、うん、いろんな経験をして、なんか大きくなっていくっていうか、成長していくような、うん、なんか小説みたいな感じで書きたいなっていうふうに思って作ったんですね、うん、なので、まあ、ちょっと写真とかあんまり多くなくて文字多めであれなんですけど、多分笑いながら読めるのかなっていうふうに思ってて、なので、まあ、なんだろうな、障害があって生まれてきてもなんかそこそこ人生は楽しくなるぞっていうことが伝わればいいかなっていうふうに思っております。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからは、先週と同じテーマではあるんですが、東京オリパラ後のダイバーシティ&インクルージョンを考えるということで、先週はどちらかというと、まあ、現状ですねについてお二方からいろいろお伺いしたんですが、ぜひお二方にこれからの今後の展望というか、どういう社会であればいいんだろうっていうありたい姿のようなものをお話し伺いたいと思うんですけど、じゃあまず中島さんからお伺いしたいんですが、はい、どういう世界になったらいいっていう中島さんのお考えってありますか。はい、一つはやはりこのインクルージョンといった時に、結構今そのインクルーシブなとか共生社会っていうワードがトレンディーで、何でもかんでもこう混ぜこぜにしようとするんですけれども、うん、なんかやっぱりそうはできなくて、でそこその何か一緒にやるにしても、前回木村さんがおっしゃってたように、こう知識を持ってもらう方がいいんだよねとか、その初めの入り口とか、その接点の作り方を丁寧にするみたいなところはすごく大切なんじゃないかなと思っているのが一つと、あとはそのみんなラベリングされるのって嫌だと思うんですよね、うん、例えばあ B 型なんですよねって言った瞬間、あマイペースってよく言われますだったり、あ結婚してるんですか、してないですけどとか、うんうん、あなんかすごい会社の方なんですよねとか、なんかこう世界ってすごくこうラベリングして
した方が整理整頓しやすくてこう美しく見えるから、はい、そうなってるんですけど、そうじゃなくてこの人はどういう人でどういうことが好きでどういうことが心地悪くて何のお笑い見てんだろうみたいな、うん、なんかそういう風ななんかあり方であれたらなみたいなことを、すいませんちょっと答えになってるか分かんないですけど、いやすごいと思います。なるほど、どうですか今木村さん中島さんの話。そうですね、結局そのなんだろうな、個性っていうものはそういうこう肩書きで片付くものじゃないですし、それぞれがこう持ち合わせている、一部なわけですから、そういうところを尊重していくってなると、そのラベリングするというよりはその人の内面的なところを見て、でそこをこういろいろなんだろうな、面白いなっていうふうに思える社会だといいのかなっていうふうに思いますね。だからその多様性っていう時に、多様性って言ってる時点でもしかしたら我々は、あの人は女性だからとか、あの人はあそこに障害があるからとか、あの人は外国人だからとか、だからそうすでにその時点でなんか違うんじゃないかっていう、そうなんですよ。だからあのオリパラを小さい頃から見てて思っている疑問がもう一つあって、なんで旗をかけてなんで国別で出てくるんだろうってずっと思ってます。国もラベルなんじゃないかってことですね。ラベルですよね。面白い。木村さんいかがですか。自分の国の旗を掲げることが美だと思っていたから、ちょっとなんか木村さんやっぱりどうですか、パラリンピック出るときには日本を代表してみたいな気持ちやっぱりちょっとあるわけですか。あるわけし、その日本の皆さんに一番自分の頑張りを見てほしいっていうふうに思ってますし、だからこそ自国開催っていうのは嬉しいなっていうふうに思って出場してましたけど、確かに国もラベルなわけですし、究極的にはそのパフォーマンスの最大を競うだけの話ですから、そこにその国がある必要はでも結構まあね、でもといっぱい一方で我々やっぱりね、やっぱり人間って一対一になると当然相手のことをもっと知らないと、そのラベルで評価しない分、相手をよく知らないといけないじゃないですか。でそれって結構大変だと思うんですよね、はい、そういう時になんか中島さんなりにコツっていうか、こういう風にするとラベルなしで相手のことを理解もっとできるようになるよっていうのって、なんかヒントとかきっかけみたいなのって何かありますか。やっぱりその相手に興味を持つっていうところだと思うんですけれども、この人はなぜこの決断をしたんだろうっていう、あの質問を私はいつも結構興味がある方にしていて、それこそさっき入山さんが、木村さんは数ある競技の中になぜあの水泳を選ばれたんですか、ってそのなんでそういったあの人生のこう分岐点でその選択をしたのかっていうのは、なんか本当にいろんな人のいろんなストーリーが聞けて、もうどれを聞いてもめちゃくちゃ面白いから、面白い、なんか私はいつもそれを聞くように。プロフィールを見てここなんかちょっと面白そうだなとか、自分だと考えちょっと思いつかないなみたいなのがあったら、そこについてなぜあなたはどうしたんですかって聞くと、その人のことからぐっと身近になる。そうなんですよね。それで言うと僕、木村さん一個聞きたいことがあるんですけど、僕はあのリオ後に会ってるんですよ、でその後アメリカに行かれてるんですよね、極端に言うと英語ができない状態でアメリカに行くっていう決断をして、アメリカに行かれてトレーニングを積んでっていう、リオデジャネイロパラリンピックの時に銀銅2つずつメダルを取られたんだけど、もうそれだけの大成果だと思うんですけど、こっからアメリカに行ったわけです。そうです。そのリオのパラリンピックで金メダルを取る準備をしてたんですけど、これ以上ないっていうぐらい頑張ったのに取れなかった取れなかったってことはもっと頑張らないといけないってわけじゃないですか、でだから思ったのが、もう同じ環境で頑張るのは無理だから、環境を変えて新しい気持ちで水泳したら、なんか変わるかもしれないし、もっと言うと海外で何年か住むっていう経験をすれば、それはなんか人生のプラスになるのかもしれないなっていうふうに思って、平たく言うとこう日本でそれ以上頑張るの無理だったから逃亡していったっていう感じです。でもどうですか、結果行ってみてアメリカで生活されて帰ってきて、で結果金メダルを取られたわけですけど、今振り返ってみると行ってよかったなっていうふうに思いました、もちろんその結果的に泳ぐのも早くなったっていうのももちろんありますし、その生活していく中で世界中にこう友達ができたりだとか、いろんなこう生きいろいろなんかサバイバルなことをしていかないといけないわけですけど、それを生き抜いていく術も身についていったわけですし、
それはそれで良かったなと思ってるので、まあ、結果的には全てがいい方向に転んだので本当に行けて良かったなっていうふうに思います。この時はもう東京ガスの社員でいらっしゃって、じゃあ会社がサポートしてくださったんですね、はい、そのアメリカ行きを。あ、そうです。ああ、そうなんですね。なるほど。すごいわがままを聞いて、ね、いや素晴らしいなと思って、はい、で木村さんにもぜひお伺いしたいんですけど、まさにこのありたい姿ですね、はい、これからもっともっと多様性が大事になってくる社会で、木村さんの中でこういう社会があるといいなっていうありたい姿って何かありますか？先ほど先生がこう多様性って言ってる時点でっていう話があったかと思うんですけど、はい、まさにそうだなっていうふうに思っても、いろんな人がいて当たり前だっていう社会が、まあ、いいのかなっていうふうに思ってるんですね。でも、まあ、いろんな人がいて、それはもちろん違いがあるわけで、その違いをむしろ楽しめる社会がいいなっていうふうに思うんですね。目の悪い人っていうのは、あ、こういう生活しててこういう工夫していろいろやってんだなっていうふうなことを、面白いなっていうふうに思えてくると、うん、すごくそれぞれお互いにその世界が広がっていくと思うんですよね。で、今はその知らないことに対してどうしても人間ってこう壁を作りがち、うん、はい、ではあるんですけど、むしろその知らないことをなんていうかこうミステリアスだなっていうふうに思って、そこを面白いっていうふうに思えるようにそれぞれの人間がなっていく。それはもちろん我々もそうなんですね。当事者もなんか違う障害の人のことはよくわかんないですから、うん、なんかどう接したらいいんだろうっていうふうに思ってしまうんですけど、そうじゃなくて、この人たちどうやって生活してんだろうなっていうふうに思って、興味を持って話してみて仲良くなってっていうことを重ねていければいい社会になっていくのかなっていうふうに思ってます。なるほど。中島さんいかがですか？本当に今木村さんおっしゃる通りで、私この障害者と当事者っていう言葉さえいらないと思っていて、うん、なんでそういう言葉付けをするんだろうっていうのも思ってますし、みんなが何かしら の当事者であってマイノリティなんですよね。はい、分かります。日本に帰国してその年齢が一つ違うっていうことで、それだけで私いじめられたんですけれども、なんでそんな年が違うことがこの人たち気になるんだろうってこの7歳の私は思っていて、で英語、アメリカのこの英語だとすごい好きな言葉があって、 Mind your own business ってあなたはあなたのことやっててっていうなんかそんなに横の人のこと気になるっていうのがなんか結構思っちゃうので、うんうん、なんかそんなことを思ってます。僕もすごい今お二人の言葉すごい個人的にはすごい共感できて、やっぱり違いを楽しめるっていうのが一番いいですよね、うん、で例えば僕はダイバーシティのことも結構企業さんに講演とかするんですけど、その時に絶対言うようにしてるのが、ダイバーシティで多様な社会になりますと、これいいことだって思うと思うし、僕はいいことなんですけど、それ何が起きるかみんな考えた方がいいですよと。会議が揉めますよって話をよくするんですよ、うん、だっていろんな人がいるんだから当然いろんな意見が出るわけですよ、うん、でその時に何をする必要があるかっていうと、簡単なんだって話を僕よく言ってて、なんか自分と違う意見が出た時にそれに反論しないで、うん、なるほどって言ってればどうにかなるって話を僕よくするんですねなるほどってすごい便利な言葉で、うん、とりあえずなるほどって言ってるとなんとなくね、あ、相手が認めてくれてると勝手に勘違いして、なんか受け入れられた感じになるんですよ。なるほど面白いねって言ってると、うん、だんだんなんとかなりますよね。それは多様な人を。なんかこう塩コショウみたいな感じ。木村さんいかがですか？いや、なるほど面白いなっていうふうに。中島さん、木村さん、ありがとうございました。いや、すなちゃん、今週もお二人の話めちゃめちゃ面白かったです ね、こう国のラベリングっていうことでパラ金メダリストがあんなにタジタジになるとは思いませんでしたよまあでも本当にそのくらい多様性とインクルージョンということを考えるんだったら、いかにこのラベル投入にとらわれないで一人一人と向き合うかっていうのが大事かっていうことですよね。まあ、あと改めて木村さんってすごいなと思いました。視覚に障害があるのに泳ぐってやっぱり改めて大変なことですよね。水の中がどうなってるかやっぱりわからないですもん。うーん、確かにね、水わからない。そうか。マスターどうしたんですか？いや、
話を聞きながらふと水のことって分かってるようで分かってないなと思って。水ですよね。まあ確かに当たり前すぎて分かってないこともありそうですけど。よし決めた。来週は水の専門家と水について考えよう。すなちゃん、来週月曜の予定は？興味あるな。でも即答で行くって言ったら暇っぽく思われるからな。来週か。ああ無理そうですね。じゃあいいです。ああちょっと。もしもし。あ、たがえみちゃん、来週の月曜、あの水についてなんだよ。そうシフト入れる？オッケー、よろしく。よし、来週はたがえみちゃんと水について考えるぞ。マスター、僕の来週のスケジュールなんですけど。ああ、いいの、もう無理しないで。はい、ありがとうございました。うわー、素直に即答しとけばよかった。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声や感想もお待ちしています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。また今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聞きいただけるほか、 YouTube やポッドキャスト、Spotify でも過去の放送を配信中です。こちらもお聞きください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、東京オリパラ後のダイバーシティ&インクルージョンを考え、出演はお客様、日本財団中島由美子、東京ガス株式会社サステナビリティ推進部木村圭一、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山圭太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。